ローソンストア100、うっかり悪魔のおにぎりを召喚してしまう。ロケットニュース24より抜粋。やはりやってくれる。ローソンなのに、100均でおなじみローソンストア100が、今回もいい感じの商品を発売してくれたためお伝えしよう。いや、発売というより、召喚と呼んだ方がいいかもしれない。ローソンストア100といえば、たこ焼きやナゲットを乗せただけの具なしおにぎりなどで毎度ネットを騒がせているが、今回発売となった新商品もなかなか強烈なのだ。その名も悪魔のおにぎり。ローソンストア100はついに悪魔を召喚してしまったのである。悪魔を召喚。2018年9月12日に発売された悪魔のおにぎり。そもそも悪魔のおにぎりとは、 SNS で話題になった悪魔的な美味しさのおにぎりのことだ。今回の商品でローソンストア100はそのおにぎりの味を再現したのである。税込み108円で買える悪魔は、麺つゆで炊いたご飯に